My name is Ryoma Hakke. I live in Aizawa Kamatsu. My name is Nagegawa. I live in Bangen. This is Kitakata Station. Kitakata is famous for ramen. I love ramen. おいしい。おめでとうございます。こちら、お土産のラーメンです。ごめんね、前から。おめでとうございます。俺は大信じ。おー。あ、じゃあちょっと開けてみて。 ラーメン美味しかったです。ありがとうございます。朝が初めてですか？初めて。朝だってなんか朝昔は朝に早朝野球っていうのをやっていて、それの帰りにあのラーメン食べて、それからお仕事に行くっていうのが始まりだと聞いてます。この店は朝何時からやってるんですか？朝は7時半からです。7時半。はい。 67年前からお店はやっていて、少し経ってから朝が来たかなと思って聞いています。どんなお客さんが来ますか？今はね、時々修学旅行生とか、あと遠足の人とか、でも朝がもういつもの常連のお客様が多い。いや、今日は美味しいラーメン食べました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。 久しぶりに来ましたけど。あ、そうですか。はい。あ、どうでしたか。美味しかったですか。そうですね。久しぶりに食べても味は変わってなくて、このトロプルナーチャーシューがやっぱりさっぱりしてスープ。もう完食しましたね。あ、もう完食しました。はい。3万7000円ぐらいの人口に対して120軒ぐらいのラーメン屋さんがあったりとか、人口比率にしても。 それだけあるっていうふうな、珍しいっていうふうなことはですね、麺から言えば太めの縮れ麺、今は高水といって水を多く含んでる麺というふうなことで、やっぱりもちもち感とか、 シコシコっていうの、そういうふうな食感自体がやっぱり他の麺と違う。ウェーブをつけるんですけど、うちの場合は最初から作ってもらった段階から機械じゃなくて手で揉んでウェーブをつける。その方が、よく、スープが、絡んで食べられる。 水がいいので、やっぱり酒蔵自体もいっぱいあるんですね。で、味噌醤油屋さん自体もありましたんで、なんですか、ラーメン屋さんは醤油とか味噌とか特注で頼むっていうラーメン屋さんは多かったんですよ。そんなこと言うと普通のとこできないですから。うちは塩 ベースのちょっと醤油加えてあるんですけど、他のとこ行くと醤油ベースの煮干しだったりとか、それじゃなければ豚骨系の、豚骨って言っても透明感のある醤油の煮干しだったりとか、いろいろやっぱりスープ自体が違ってきます。